この度は関係者皆様、動画をご視聴になられた皆様、本当にすみませんでした。この度は関係者の皆様、並びに動画をご視聴になられた皆様、本当に申し訳ございませんでした。いろいろな憶測が飛び交いますが、まずは私の運転技術および知識不足から引き起こした事故になります。いろいろ思うことはあるかと思いますが、この度は当時の映像を動画投稿することにいたしました。場にふさわしくない表現もあるかと思いますが、走行当時に思い描いていた内容の編集で動画をアップいたします。何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、メッシです。この度はお騒がせしました。関係者の皆様、本当にすいませんでした。今回は2022年9月11日東近江オートテストに来たよ。もちろん参加車種はダイハツタフト。今回のコースレイアウトはこんな感じです。今まで参加してきたオートテストの中で一番難しいコースレイアウトでした。クラス分けは軽自動車部門で AT MT 混動だよ。というわけで早速練習走行の映像だよ。練習走行は 46.8 秒だったよ。それでは本番だね。そりゃナビ見ながらマックで360度ターンしたら横転するよね。軽用の車高の高い街乗り用のお買い物から参加するって頭悪いじゃねえか。ノーヘルで半袖でノーマルシートの3点シートベルトってバカがすることだよね。頭悪いんじゃねえか。それは君の意見だよね。彼は JAF モータースポーツのホームページに書かれている通り、普段使ってる車でヘルメットを着用しなかっただけだ。今回偶然不幸な事故があっただけで、彼は悪くない。それってあなたの感想ですよね。確かにオートテストではノーヘル OK になってるけど、運転に適した服装で参加することになってるんだよね。半袖で参加してる時点で矛盾してるんだよね。それに実際オートテストって街乗りの車遅いし、結局勝つのは競技車両ばっかりじゃん。タフトっていう誰が見ても明らかに不安定そうな車で攻めるのは頭悪いんだよね。自業自得だよね。なので、はい、免許返納しちゃってください。やっちゃったー。はい、やっちゃったー。うわー、やっちゃった何笑ってんねん。ちょっとやっちゃったー。あ、はい、開かないかな。OK。
やっちゃった。はい。一回閉めます。いいです、やりますよ、ね、はい、お願いします。じゃあ回します。はい、第1ヒートが終わるまで車の状況確認をすることができず、被害状況もわからない状態で救護テント内でずっと車とつぶやいてた気がします。治療中は主催者様と当日仲良くなった方にかなりフォローしていただき、未だに感謝の気持ちを忘れられません。フロントガラス割れてるよ。なんで元気走ってんのよ。すいません、ありがとうございます。やっちゃった。あ、米重選手のメッシーのことを当たってください。まあ、米重選手もね、先ほど46秒勝ちということでね、かなり高い。あらー。当日見ていた有識者の方々の推測では、バックスピンターンによる横転が原因だそうです。おそらく、軽特有のトレッド型の狭さ、ハイトールワゴンの重心の高さなど、いろいろ重なって引き起こしたのではないかと私は思っています。今回の件は私の無理な運転によって引き起こした事故です。深く反省し、今後このようなことが起こらぬよう精進してまいります。またハイトールワゴンドライバーの方々の安全意識向上に少しでも貢献できればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。